とゆったりゆったり、ここの中心部だけこう回して、こう全体的にこう、うん、いいね、粉っぽさない。でもダマできてるよ。ダマいいのよ、結構結構このダマあるおかげでぷっくらいくときあるから。行くときがある、行くときがある。これなのがぷっくらいくときといかないときなのね。きめ細かいとあんまりぷっくらいかない感じがする。何きめ細かいって？このぶつ、うん、ダマがなくなるぐらいまでこう回ってる。いや、ブツブツって言うとした。いい？シークレットデビュー。いいよ。あ、じゃあ喋っちゃダメってこと？喋っちゃダメ。昨日前それなのに喋っちゃったんだよね、会話で。オッケー。これをこれで最後だから、これで最後って言ってもまだ結構あんのよ。けると思った。え、これ全部を使うの？全部は使えないな、さすがに。使ってもいいけど。あ、じゃ全部は。いやいや、これは好きでしょ。この前のあれも好きだったでしょ。あれ、あれ、あれ、あれ。これに入れるの？違う、そっちに入れてどら焼きにする。どう？いいでしょ。これ焼いて、生地焼いてで、どら焼きにする。本当喋ったと思うよ、これどうだっつって。今日作るの？ん？今日作るのはどら焼きなの？うん。え、言っちゃっていいの？どら焼きはいいでしょ。あ、もういいよ。じゃあこれ半分ぐらい入れて、半分ぐらいザーっていくからね。半分ぐらいで、なんか怖い。いいよ。ウィー、こんぐらい。あ、もう茶色だ、もう。あ、どうしよう、全部いいか、入れちゃうか。突き出し、これね、魚数売り切れなのよ、絶対。魚数以外売ってないの？いや、売ってると思うけど、こういう売り方で売ってないんじゃない？じゃあどういう売り方で売ってんだろう。冷凍じゃないままとか。ちょっとこの前硬かったんだよ。冷やしたからだよ。冷やす、なことないでしょ。じゃあなんで固かった？これも冷やすよ、ある程度は。これで固かったら冷やしてフライパン。でっけー、冷やした。見せないでよ。ね、味ないでしょ。無味だよね。うん。うん。グミグミ。そうそう。グミグミ当たってる。なんだこれ。これ自体は別に。それ混ぜて、ちょっときついけど最初。よくね。
潰れない。潰れないかな。潰れなくてもいいんじゃない。潰れない方がいい。潰してダメなのこれ。ひっくり返すんですか。ブツブツしてきたらだよ。ブツブツしてきたらひっくり返すんだ。ドキンちゃんいる。こうこうやってスッて入るから。そしてこれだけ。ちょっと薄いね。これだけ。ちょっとこうここにこうスッてこうスッて入れるだけ。スッて入れるだけ。深く考えないで。スッて入れるだけ。えこれは。いいよそれやって。スッて。そうそうそう。はいパタッ。おおすごいすごい上手。ねなんか膨らみすごくない。うん、やっぱたまあもういいよ全部。いいよいいよいいよ。そうそうそう。ああ動かさない動かさない。はいパタッ。そうそう動かさない。なんだこりゃ。いや意外と10分かかるわ。ドバって一回乗せちゃった方がいいよ。視聴します。ドん一線いるのいいよ。 OK。 そしたらこれを熱いよ熱いからパッて。オッケー。下がこうなってた。うん、あ、焼けてなかった。なんか結構柔らかかった。うそん。手についてる。で、こっちだよ、多分。そう。焼けちゃってる。そう、そしたらいや、その味になればうまいさ、やっぱり。うまい。じゃあこれをちょ、もうちょっと待って。ちょっとギュッとして。ギュッとして、なじませて。おにぎりみたい。どう？いいでしょ、これ。で、冷やしておく。うまい、これ。作れる分だけ、作れる分だけ作る。分かった。結構作れそうだな。手で手で手で。おお。マンボウに見えない。見えない。マンボウって何だか分かってんの。あのさ、あるマンボウってお魚だよ。うん、マンボウかこの柄としてカメがいいかどっちかにしようと思った。ジートなんなんて。カメとマンボウ。カメはこの柄。あ、カメの方見えるよこれ。そう、じゃあカメ。あ、こうすればいいんだ。カメは違う。カメってこうすればいいんだよね。こうすれば。あのこうすればって。マンボウはさ、リノこうやろうと思ったんだけど、カメだからこうしようかな。どう。なんかあれみたい。ボール。はい、行きまーす。え、ちょっと回きに。もちろん。ラップ音。大丈夫。さあ、断面はどうなのでしょうか。あ、ちょっと待って。いかない。切り味悪いな、これ。心配性だから。いやいや、音だって。いや、リノだって。どうどう。悪くなくない。じゃーん。悪くないぞ、これ。ドラえもん
どら焼きって言うと必ずドラえもん思い出すよ。あ、分からん。こんにちは、しんじさん。いいね、よし。マンボウちゃん、いいですか、これバレないように。はい。これはどうする？これリノが食べるの？食べ終わって食べたかったらいいよ。これ結構ボリュームあるよ。グミみたいなもんさ。言ったら分かるでしょ。いや、分からないよ。何グミみたいな。お団子？いいよ、行ってきて。さ、いいですよ。おお、何これ。パッと見わからない。わかるでしょ。どら焼き？そうだね。あ、もう出ちゃってるじゃん、ほら丸見えん。これはもう出てない。おいしそう。全く気づいてない。だってこれ小豆に見えるもん。だって、うん、色一緒だよ。これは何？食べるか。いや、違うよ。すんげえ嘘下手だな。タピオカ？だから黒いグミだっつうの。タピオカだ。コーラ味のグミ。じゃあ、音大きいのいくかな。じゃあ、僕、コーラ味のグミだと。じゃあ、僕、それ。これか。悪くなくない？悪い。なんか結構出てるやつ。僕、これラップついてるから。ほら、小豆に見える。コーラ味のグミ。違う。コーラ味のグミって何なの？あの、コーラ味のグミ。コーラの味をしたグミ。だけどこんな味のない。あるじゃん。ある？コーラ味のグミって。だけどこんな黒いのはない。お、いい焼き加減。ちょっとこう取って。あ、ちょっと、あ、ちょっとあれだね。あ、取っちゃった。じゃあいきます。取っちゃったら、ラップ、ラップと一回取っちゃって下にこうやってやる。食べにくいでしょ。リンゴの薄いやつだ、それ。そう、うん、いいよ。君たちが食べてから音食べるわ。分かった。いっせーので、いただきます。どこ食べればいいんだ。うん、うまい。ああ。なんか中にプニプニしてる。どう？うまい。入ってんな。ここここここ。いいよ、と食べて。いい？うん。いや、おいしいと思うよ、これ。うま。うまい、生地。生地うまい。うん、生地。あ、うまい。タピオカうまい。食べればわかる。タピオカだって。いい糖質だ。うん、下に溜まってる。これ、うん、全然入ってないんだって。じゃあそっち食べて。こっち、はい、取って取って。うまっ。あれ、一番最初が一番おいしくなかったんだよ。うまい。タピオカ好き。この間のほらプリン、ちょっとあの硬かったじゃない。うん、でマー君嫌がったでしょ。あの片岡になっちゃったの。タピオカじゃなくて片岡になっちゃったよ。ちょっとマー君が不愉快な顔してたから。でもリナあれ好きだったんだ。うまいね、片身が好きな人は。だからおかわりして。冷やせば硬くなるんじゃないんだな、これ。やっぱゆでじゃんが、ゆで加減短かったんだよ。そうすると片岡に。これいいわ。うん、全然。おやつに出てもいい。むしろ少ない、タピオカが。うん、うん、全部入れたかった。今全部入ってる。10点10点10
って。何急に言うの？言ってんだこれ。どうだ？プニプニしてグミみたいだ。このヤワオカだったら大丈夫。ヤワオカ大丈夫。ヤワオカって何なん？これ誰行くの？おと。いやいいよ食べてた。美味しい。だったら僕食べる。本当？うん。どうぞどうぞ。どうした？ん？ん？ああ。あ、じゃあそれつも持ってきて。冷やおか、冷やおかもあるから。何しよう？冷やしてるだとか。なんか乗ってる。左左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 左。それそれオレンジオレンジ。なんか乗ってるんだけどこれ。潰してんのよそれ。形よくするから。そうだよ。見てリノが作ったカメちゃん。いいでしょ。いやいやマー君これ食べちゃって。あ。ボド。これリノの食べかけかな消えた。何食べかけって。リノ先。あこれ？うん。あそうなの。僕リノあげるあげる。やった。あじゃあこれ改造する？うん。めっちゃ入ってる。いっぱい乗せよ。いいね。はい。全然入ってない。乗せよ。これジャムとかもいいかもしれない。ジャム。ジャム。タピオカジャム。いちごジャムにタピオカを混ぜるとか。でもありそう。ないよ。ないのよ。おと結構見たもん。結構見た。結構見たよ。何プリンも結構ないんだってだからババロアタピオカババオカババオカどうえババオカとかババオカやってみようシアオカとかババオカだババオカあそれも話しちゃってそれも話しちゃってババロア自体知らないんだけどそうそうだからあいいねババオカやろうじゃあって何いいよそのまま食べてほらこのままおるのよはい、どうぞ。カメちゃんが今バーバーしてあ丸ごとタピオカとかどうあ何丸ごとタピオカ丸ごとバナナ食べたでしょあこれこぼれるからうんでもタピオカ売ってないのよ、さっきも言ったけどどう、美味しいうんブニブニいいよ、マークも言って言ってこれ冷えてるから美味しいよ多分、はい、ちょっと1個食べてみよう柔らかい1個じゃなくてこのままいってこのまま柔らかいケチが美味しいねちょっと音も落ちるね落ちるうんうまいやっぱこのあんことの相性がバッチリ。うん。カメちゃん。